まだまだ50の元男子、絵描きのココでーす。62歳で高齢出産をする夢を見てしまいました。まもなく18歳になるリュウくんも元気で頑張っております。今日の動画はサムネイルとかタイトルにもあったように、独社長、ワンマン社長の特徴と対処法ということで動画を進めていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただけたら、あなたの独社長とか独上司への悩みがちょっとでも緩和されるんじゃないかなって、もしかしたらこの先どうしていったらいいのかっていう対処法が分かったりもするので、よかったら最後までご覧ください。最後まで見てからで大丈夫ですので、この動画ちょっとでも良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル、皆さんの会社の社長とか上司大丈夫でしょうか？ワンマン社長とかワンマン上司じゃないでしょうか？独社長とか独上司いらっしゃらないでしょうか？こういう独社長とか独上司っていうのは、なんとなく働いたらあなたもいつか絶対に被害に遭うと思うので、特徴と対処法を知って少しでも被害を減らしてほしいと。もし実際に被害に遭ってるんだったら、今すぐ何か対処しないといけないと思うんですね。逃げないといけないとか、訴えないといけないとか、いろいろあると思うんですけれども、そこまでじゃないけれども、毎日ちょっとずつストレスがあると、このストレスが続くといつか心が壊れそうっていう人がいたとしたら、この動画何か参考になるんじゃないかなって言っても、私今まで働いた経験はないんですけれども、いろいろな社長は見てきました。そういう社長を見てきたり、うちのスタッフとか私の友達の経験も元に一本の動画にまとめてみました。ということで、独社長、ワンマン社長、ワンマン上司、独上司の特徴からちょっとお知らせしていきたいと思うんですけれども、まず一つ目の独社長、独上司の特徴なんですけれども、自分の考え方や自分の価値観がもう絶対世界一正しいと思って、それを従業員とか部下に押し付ける人いらっしゃらないでしょうか？結構多いと思うんです。そんな中でも具体的に私の友達の話なんですけれども、化粧品会社に勤めてた友達の話なんですけれども、その会社の社長が本当に癖の強い人で、自分の自慢話をしたいがために部下を飲み会に誘ったり食事に誘ったりするという特徴があるんですよ。はっきり言って外から見たら裸の王様なのに、何にも根拠がないのに、これは絶対うまくいくっていうような自慢話とか、持ち物の自慢とか、取るに足らない変な自慢とか、きっとこういう社長とかこういう上司って自己肯定感低いのかなって私なりに思うんですけれども、こういう風に自分の価値観とか自分の考えが絶対的に正しいと思って、それを部下に押し付けてきたりとか、部下とか社員にやらなくてもいいのにマウントを取るような社長いらっしゃらないでしょうか？そして次の独社長、独上司の特徴なんですけれども、言ってることに全く一貫性がないっていう上司社長いらっしゃらないでしょうか？コロ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 変わるって。なので、これを見てる方の上司だったら、まあ100歩譲って対処していったらいいんですけれども、こういう言ってることに一貫性がなくてコロコロ言ってることが変わる社長の会社っていうのは、きっとこの先伸びてもいかないし、うまくいかないんじゃないのかなって。もっと言ったら、そこで働いてたって明るい未来が見えるわけでもないので、常にどこかに転職を考えながら働く方がいいんじゃないのかなと思うんですよ。そして次の独社長、独上司、ワンマン社長の特徴なんですけれども、さっきにもちょっと通じるところがあるんですけれども、これ悪い方ばっかりじゃなくて、まあ良くも悪くも思い込みが激しい人って結構社長に多いんですよ。こういう社長の周りにはイエスマンしかいなくなってくるんですね。それは間違ってますよって勇気ある社員がいたとしても、その社員に自分の間違いを指摘されたら、自分のプライドが傷つくんですね。なので、自分の間違いを素直に認めることができないで、言った社員をどんどん辞めさせたりとか、居づらくするような社長なので、イエスマンばっかりになってくるんですよ。そしてさっきにも通じるんですけれども、会社の業績も伸びずに、うまくいかずに、最悪潰れるっていうことになるので。そして次の独社長、独上司に多い特徴なんですけれども、短気な人多くないでしょうか？これ独社長、独上司ですからね、ちゃんとした上司なら、ちゃんとした社長なら短気であるはずがないんですよ。なぜなら、会社っていうのは組織で運営しています。俯瞰してちゃんと見ないといけないから、突発的に何かカッとなって短気になるっていうことは、もう社長としてはっきり言って失格なんですよ。上司として失格です。これ私がなんでこの断言的に言えるかというと、うちの父がこういう方だったんですよ。すごくとにかく短気で、いつもなんか社員を怒鳴ってるようなところがあったなって子供ながらに思ってたんですね。そして今その後を継いでるのがうちの兄なんですけれども、兄は父の上を行くほど短気なんですよ。独社長、独上司、もうこういう社長には気をつけてっていう特徴に、短気ですぐにイラッとしたりとか、すぐに暴言を吐くっていう人いるんじゃないでしょうか？皆さんの会社は大丈夫でしょうか？そして次の独社長、独上司の特徴なんですけれども、根本的にね、部下とか社員を信用できていないっていう人結構多いんですよ。自分が雇った社員をどうして信用できないのって、なんで雇ったんですかっていうくらい、社員を信用できていない社長、部下を信頼できていない社長の特徴は、もうとにかく部下とか社員をただの駒としか思ってません。利用価値がなくなったらさっさと捨てればいいくらいにしか思ってないんですね。育ててあげようとか、成長させてあげようっていうような、そういう考えは毛頭ないんですよ。だから結果、どんどんどうでもいいような仕事を回されてきて、やりがいのない仕事ばっかりが回されてきて、ストレスばかりが溜まるような仕事しか任せてくれないし、やがて心が壊れるっていうことがあるんですね。自分のことを信頼してくれてないような社長の下で、私だったら働きたくないかなと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか？
そして次の独社長、独上司の特徴なんですけれども、当然のように残業を進めてきたりとか、もうまるであたかも当たり前のように休日出勤を進めてきたりとか、休日も会社のことを考えろと、24時間会社のことを考えて24時間会社の成長のことを考えろみたいな、いつの時代の社長とか上司ですかっていうような人がいるんですよ。昔ありました、こういう CM、 24時間戦えますかっていう CM ありましたけれども、今でもあれを信じてるような社長とか上司いると思うんです。どこまで昭和を引きずるんでしょうか。24時間会社のことを考えるのは社員じゃなくって社長の仕事なんですよ。どうやったら社員がもっと充実して働くことができるのか、それを考えるのは社長の仕事なのに、全く逆転してしまって、お前は会社のために尽くせとか、お前は24時間会社のことを考えろとか、当たり前のように残業を言ってきたりする社長いないでしょうか。そういう上司いらっしゃらないでしょうか。そして次の独社長、独上司の特徴なんですけれども、全く頭の中が更新できていない社長って意外と多いと思うんですよ。これちょっと分かりにくいので、もっと分かりやすく言うと、過去の成功体験を未だにずーっと武勇伝のように引きずって、昔はこんだけ自分は売り上げ出したんだよとか、昔はこうだったんだよとか、じゃあ今どうなんですかって、今傾いてるんじゃないですかって、その傾いてる理由自分にあるのに気づいてないんじゃないですか的な社長いらっしゃらないでしょうか。もうそういう社長、そういう上司っていうのは、さっきの話にも通じるんですけれども、ずっと頭の中が更新できてないんですよ。あの時成功した時のまんま止まってるんですよ。24時間戦えますか、これが素晴らしいと思って、その時自分の会社がうまくいってたから、それをずっと引きずってるような社長が未だにいると思うんですね。もうそろそろ更新してほしいんですけれども、そういう社長の周りにもやっぱりイエスマンしかいないから、もう誰かが鼻をへし折らないと、どこかで本当の意味で挫折しないと、どこかで気づきと発見を得ないと、絶対変われないんですよ。絶対更新できないんです。こういう社長意外に多いと思うんです。そして次の独上司、独社長にある特徴なんですけれども、これも多いと思うんですけれども、うまくいかなかったことは全部社員のせい、ダメだったことは全部部下のせい、そしてうまくいったことは自分のせいみたいな人いらっしゃらないでしょうか。これも意外に多いと思うんですけれども、私が知ってる画廊を経営してるあの社長もそんな感じなんです。やっぱり私は作家として画廊とかギャラリーで個展するんですけれども、やっぱり外から入ってるので、そこでの人間関係でよく見えたりするんですよね。画廊で働いてる他の社員に対しての社長の態度とかですごくわかるんですけれども、絵がたくさん売れたのはこの柄を経営してる俺のおかげだよ、ありがとうって言ってね、俺に感謝してねみたいな。そして何かうまくいかなかったり、何か返品されたり、何かトラブルがあると社員のせいとか作家のせいにするような、そういう社長何人も何人も知ってるんですけれども、あなたってうまくいったことは全部自分のせいにして、うまくいかなかったら全部誰かのせいにして、結局責任が取れない上司とか責任が取れない社長っていうのは経営者失格だと思うんですけどっていうふうに言ったことがあるくらい、自分の会社で起きた全ての責任を取ることができるのが社長なんですよ。さっきの話にも通じるんですけれども、24時間ちゃんと会社のことを考えて、社員のことを考えて、会社に何かあったら自分に何か責任がなかったのか、自分が責任を取る格好で経営していただきたいんですね。にもかかわらず、うまくいったことは全部自分の手柄にして、うまくいかなかったことは全部社員のせいにするような社長いらっしゃらないでしょうか。私の知ってるそういう画廊はことごとく潰れました。責任の取れないっていうのは社長の資質としてはやっぱり問題だと思うんですね。ここはアートチャンネル。そして最後の独社長、独上司の特徴なんですけれども、もうこれ基本中の基本だと思うんですけれども、社員に感謝ができていない社長とか上司いらっしゃらないでしょうか。ダメです、人間として終わってます。やっぱり感謝っていうのは基本の基本の基本のキーじゃないですか。はっきり言ってそれができてないんですよ。いくらお客様に感謝ができていたとしても、お客様もバカではありません。透けて見えています。社員に感謝ができていない社長っていうのはもうスケスケのスケスケのスケスケスです。はっきり言って全部もう見えてます。丸見えボンバーです。そんな人間いるんですかと思うじゃないですか。でもこれ経営者に結構多いんですよ。感謝の気持ちがどこかで抜け落ちたのか、最初からないのかわからないんですけれども、私も数々の経営者とか数々の社長を見てるんですけれども、この人どうしてこんなに社員に感謝できないのかな、どうしてこの人もっと感謝の気持ちが持てないんだろうって人いるんですよ。そういう社長の会社もさっきと同じでうまくいかないです。そのうち潰れます。と、ここまでちょっとね、もう愚痴のように、別に私は会社勤めしたことないんですけれども、私の大切な友達とか、私の大切なスタッフが以前勤めてた会社の社長とかをちょっと思い浮かんだので、ちょっと感情的になった部分もあるんですけれども、今言ったこれらにうちの上司、うちの社長当てはまるっていう方、ちょっと手を挙げていただいていいでしょうか。その今手を挙げたそこのあなた、大丈夫です。ちょっと対処法もお伝えしていくので、もし自分の会社の社長とか上司が、独社長、独上司っていう方は、これらの対処法をちょっと試してみてください。私がお伝えすることが全てとなんて
全然そんなおこがましいこと思ってないんですけれども、私が過去を友達に伝えてやって成功した対処法もたくさんちょっとお伝えするので、私がお伝えする対処法があなたのストレスの緩和にちょっとでもなったらありがたいので、ちょっとお伝えしていきたいと思います。対処法もしてほしいんですけれども、その前にちょっと持ってていただきたいマインドがあるんですけれども、今日お伝えした、まあ100歩譲って上司は除いても、今日お伝えしたようなワンマン社長の下で働いてるよっていう人がいたら、その社長は人望がついてきません。誰かと信頼関係を築けることも困難です。取引先と信頼関係を築くこともちょっと難しくなってくるので、そのうち崩壊していくのがもう目に見えてると思うんですね。なので先ほども言ったんですけれども、ちょっと雲行き怪しいなと、このまま働いててもちょっと心配だなと思ったら、もう早めに転職することをお勧めします。だらだらとその社長に付き合って、だらだらとその会社に付き合って、あなたまで壊れてしまったら元も子もありません。そしてボロボロになって会社が倒産してから会社を辞めて職を探すっていうのは大変なので、常にアンテナを伸ばして転職のことも考えながら、今から言う対処法を聞いてください。まず、まあ、これ究極の対処法になるかもしれないんですけれども、今まで言った独社長とか独上司の周りには必ずと言っていいほどイエスマンがいると思うんですよ。そういう独社長独上司ってイエスマン大好きなので、とにかく自分が親物対象でいたいんですね。ナンバー2を作ろうとしないんです。自分が常に一番でいたいので、自分の周りにはイエスマンしか置かないんですよ。視野が狭いんです。そのイエスマンで周りを固めていって気持ちよくなりたいんですね。なので、あなたができる対処法は、イエスマンにちょっと声かけしてください。イエスマンからちょっと動かしてみてください。ここはアートチャンネル。そしてそのイエスマンも細かく観察してほしいんですよ。もうね、ストレス溜まるかもしれないけれども、ゲームと思ってやってみてください。変わるのを見てたら楽しいので、ゲームと思ってやってください。このイエスマンにも、なりたくてイエスマンになってるのか、仕方なくイエスマンになってるのか、媚びを打ってイエスマンとしているのか、いろいろなタイプがあると思うので、イエスマンの特徴をちょっと見ることから始めてみてください。あなたが直接社長とかその上司に言いたいことがあったとしても、あなたからは言わないでください。絶対まだ何かされると思うので、いやいやイエスマンしてる人って絶対いると思うので、そういう人を見極めたら、そのイエスマンから社長とか上司にあなたの言いたいことをそれとなく伝えてもらうような感じで、それを繰り返していくと、あなたの要望っていうのは少しずつ伝わっていくので、イエスマンを通して自分の伝えたいことを伝えてみるのはいかがでしょうか。ちょっとめんどくさいと思うかもしれないですけれども、ゲームと思ってやってみてください。そして次の対処法なんですけれども、持ち上げるだけ持ち上げて手のひらで転がしてみるのはいかがでしょうか。先ほど言ったようにイエスマンが大好きなんですね、そういう社長っていうのは。だからあなた自身がもしイエスマンになれるんだったら、表面だけイエスマンになるんですよ。社長すごいですね、なるほどすごい、もっと聞いていいですか、すごいですねっていう風に社長をおだてて手のひらで転がしながら、自分の伝えたいことがあったとしたら、それを第三者が言ってたよっていう風な形で伝えてみるのはいかがでしょうか。これ悪用していい人に使ったらダメですよ。誰かがこんなこと言ってたよって一番信用できない人なので、そうじゃなくて、そういうワンマン社長、独社長にはこれ効き目あると思うんですけれども、意外にプライドが高くて人の見た目をすごく気にしてるんですよ、そういう社長とかそういう上司っていうのは。だから私はそれいいと思うんですけれども、お客様がこんな風にこれ困るなっていう風に言ってたんですけれどもっていう感じで、第三者が言ってたよっていう風な形にして、それとなく伝えてみるんですね。もう転がしながら、様子を見ながら。これ実際に私の友達がやって成功した方法なので、これが大丈夫だなっていう見込みがあったら、ぜひやってみてください。そして次の対処法なんですけれども、これも実際私が経験あるんですけれども、私の友達で経理部に働いている女性の方がいたんですけれども、その社長がとにかくワンマンで独社長だったんですね。その社長にした対処法なんですけれども、社長っていうのは意外に数字に疎かったりとか、経理のこと意外にそこまで詳しくなかったんですね。経営者なのである程度の枠組みは知ってても、詳しくは知らなかったんですよ。そしてその友達がやった行為っていうのは、もうとんでもないような量の勉強をして、誰にも負けないくらいの知識を持ってしまったんですよ。そしてそれをちょっとずつ小出しにしていって、自分にはここまで知識があるんだと。そしたら社長はだんだんその彼女に対して突っ込まなくなってきたんですよ。なぜなら自分よりも知識の豊富な彼女に対して頭が上がらなくなってきたんです。逆にこういう時どうしたらいいのかなって彼女に聞いてくるようになったくらいなんですよ。なので、あなたが何か専門部署にいたとしたら、その専門的な知識を社長よりももっと知識を持って、もっと勉強して、もっと物知りになって、精神的に社長をギャフンと言わせるのはいかがでしょうか。社長っていうのは本当にプライドが高いので、負けたっていうことをあからさまには言わないんですけれども、あの人自分よりも知識あるかも、どうしても勝てないかもと思ったら、毒がちょっとずつ抜けてきたりする場合もあるっていう話も私いろいろ聞いてるので、ぜひお試しください。そして次の独社長、独上司の対処法なんですけれども、とにかく先回りをしてみてください。すべてのほうれん草、それを全部メールで行ってみてください。言った、言ってないっていうことをとにかく言わせないように、社長とか上司が言ったことをいちいち全部聞き漏らさずに、議事録のようにメモを取っておいてください。後で言ってないっていうことを言わせないために、とにかく細かく報告、連絡、相談をして、社長の信頼をちょっとずつ勝ち取ってくるんですね。この人いなくなったら困るっていうくらいに、先回りをしていろいろ報告するんですよ。何かを聞かれる前に、これこうでしたって報告するような感じで、そうしていくと、あなたも
もすごく成長できると思うんですね。どんどん仕事ができてきて、他で働けるような、どこでも転職できるようなスキルをどんどん身につけていって、仕事の能力の高さで社長をギャフンと言わすっていうのはいかがでしょうか。自分が言おうと思ってたことを先回りでどんどん言われると、無理な指示っていうのがだんだんできなくなってくるっていうのを聞いたことがあるので、ぜひやってみてください。そして、まあこれ究極というか最後の対処法になるんですけれども、社員と社長っていうのはやっぱり立場が違うんですよね。経営者となるとやっぱり組織全体を見てる人もいて、そのためにちょっと厳しくなっているっていう場合もあるので、本当にただワンマンで、ただ単に毒な人ももちろん多いと思うんですけれども、中には本当にみんなのことを考えて、組織のことを考えて、あえて嫌われ役に回ってるっていう社長さんも中にはいらっしゃるんですよ。そういう頑張ってる社長さんが毒社長とかって言われてることも私知ってるので、働いてる皆さんも自分が社長だったらどうなのかなっていうことを一旦冷静に考えるんですね。そしたら意外にうちの社長は毒じゃなかったなっていうことが見えてきたりもするので、社員の立場ばかりじゃなくて相手の立場になるっていうことも一度考えてみてください。これちゃんとした社長を見極めるっていうのにもいいんですけれども、本当の毒社長、毒上司に関しても自分がちょっと冷静になれたりとか、ちょっと落ち着きを取り戻せるので、逆の立場になってみるっていうのはぜひやってみてください。まあいろいろ対処法とか特徴とかお伝えしてきたんですけれども、中にはいきなりすごく感情的になっていろいろ言ってくるっていう上司とか社長の人いらっしゃらないでしょうか。そういう時に私心壊れそうなんですっていう方からメッセージたまに届くんですけれども、そういう時の対処法っていうのは自分も感情的にならないっていうことなんですね。今この人が言ってるのはただの暴言なのか、本当に仕事を良くしたいと思って言ってるのかっていうことをちゃんと区別して聞き分けてみるんです。あなたの聞き分け力っていうのもすごく大切になってくるんです。なぜ聞き分けないといけないのか、自分の心を守るためです。もう何もかもごっちゃにして全部言われたっていうふうに全部受け止めてしまったら、いつかあなたの心が壊れてしまいます。だからあなたがこれ以上壊れないためにも、今言われていることは暴言なのか誹謗中傷なのか、それとも会社を良くするための叱咤激励なのか、どっちなのかっていうことを聞き分ける力もあなたがつけていただきたいスキルになるんですね。なので今日は分かりやすく毒社長とか毒上司のことをお話ししたんですけれども、より細かく見ていくと、毒だと思ってたけれども毒じゃなかったっていうこともあると思うし、毒じゃないと思ってたけども結構毒だなっていうことを発見できた人もいるんじゃないでしょうか。まとめとしてもなかなかまとめられないんですけれども、今日話した特徴とか対処法とか最後に言ったことをいろいろあなたなりに総合的に考えていただいて、本当に最終的に自分の心のストレスが限界だなって、もうこれ以上ここにいたら私壊れるっていう時は、どうぞ退職してください、転職してください。あなたが思うよりも仕事はいっぱいありますし、働く場所は結構あります。だから大丈夫です。そしてこの日本にいる限りは働くところがなくなって、本当に最終的には何とでもなるのがこの国なので、甘える時は甘えていいんです、国の制度に。なのでもう本当にあなたの心が壊れそうだなと思ったら、もう会社を辞めてください。お金よりも働く場所よりもあなたの心が一番大切です。心が本当に壊れてしまったら、それこそ定職もままならないですし、あなたの生活が全部何もかも崩壊してしまいます。毒社長とか毒上司のせいであなたが崩壊されるっていうのは真の理不尽になってしまうので、このまま辞めるのは理不尽だわってもしかして思う感情があるかもしれないけれども、そこは自分の心を守る避難と思って、本当にダメだなと思ったら逃げてください、避難してください。もう今までの動画でもたくさん言ってきたけれども、そこはお願いします。ちょっとでもいいところがあったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。どうぞ心お元気でいらしてください。